ねえ、バブルに単純でしょ。うん、まあ、そうだね。なんか結構繰り返しなんだなっていう。でコード3つか4つ、3つか、基本的に3つしかないんですよ。なんかそんな、永遠と続くんだなみたいな。そうそうそう。で、まあ、ギターソロあるんだけど、一番耳につくのは最後のティーンタラララン、ララララン、ラララランじゃないですか。うん、あれだけですよね、その聞かせどころっていうか、うん、じゃ あれをね、その正確さと、あとあの音の伸びやかさと、うん、こうピーンって途中ピーンって言うんだけど、耳障りじゃないじゃないですか。うん、そうだね。うん、あの嫌な感じがないじゃないですか。うん、しないね。うん、すごくその単純にイコライジングでカットしたどうのこうのじゃなくて、うん、そもそも人と会話したり、うん、人にちょっと聞かせたりするときに、うん、人が嫌だなって思わず思わない、その声の高さとか、うん、あと人の心に対して、うん、あなたを愛していますって、こう結構そういうのって軽々しく言うんだけど、その愛とかさ、好きとか、それもこう何回も何回も言ってるうちに、いや、ケンちゃんのこと好きなんだよねっていうのと、女の人に対して君のことが好きなんだっていうのとさ、その好きが違うじゃないですか。うん、違うね。ケンちゃんのさ、帽子結構いいよねっていうのと君の声がいいよねっていうのさ、そう言い慣れてないとその言葉も言えないじゃないですか。うん、この人のあのゆっくりさでまずギターを弾くことが難しい。うん、遅すぎて難しい。うん、こんなにゆっくりギターを弾くのは、早ければ早いほどさ、分解能的にこう細かくなっていくから、そのずれてても人間気づきにくいわけですよ。うん、なるほどね。うん、だからヘビーメタルの早弾きって誰が弾いてもそこそこ早く聞こえるじゃないですか。うん、テラララララって、うん、じゃああれをねゆっくり弾けって言われたら、うん、そりゃ難しいですよ。知らない、聞けない。ゆっくり弾くの難しい。ゆっくり、速い曲をゆっくり弾くのはすっごく難しい。うん、やっぱりギタリストゆえんの話だよね。そうですね。うん、そういう話聞くと、うん、あ、そうなんだ。うん、だからあのみんなやっぱり若い頃ってさ、特に俺たちの世代だとイングウェイとかさ、リッチーとかさ、リッチ・バックマンとかの早弾きに憧れたりするわけじゃないですか。うん、憧れたね。でしょ。でも本人たちが何て言うかっていうと、いや早くは弾けるけどゆっくり弾けないよって。うん、そうなんだ。だってこれただ手くるくるやってるだけで、こんなもん誰でも弾けて当たり前で、自分の課題はその一音一音ね、全然響いてないよねってイングウェイが言うと、あんだけ早く弾ける人がさ、ゆっくり弾くの難しいよねっていうと重みがあるじゃないですか。うん、だってイングウェイってさ、あれだけ弾かないとお客さん喜ばないんですよ、音数的に。だから1音単価で言ったらイングウェイすっごい安いんですよ、一つの音が。うん、まあよく言うよね、うん、1音でなんぼみたいな話だよね。うん、うん、その人をポッとしただけでさ、それがお金になっちゃうわけだからね。うん、そう、だってミュージシャンだから、うん、音あたりの単価になるじゃないですか。うん、ねえ、そう、そうするとイングウェイっていっぱい弾いてやっと、うん、若いギターキッズが、うん、キャーイエーイって言ってくれるわけですよ。うん、でそれをおじさんたちは見て、いや大変そうだなって、若造大変そうだな、それピックも減るし弦も痛むし、うん、まあお疲れ様で、うーん、まあでも
でも頑張ってるじゃないですか、イングエ。いつも頑張るじゃないですか。手抜かないじゃないですか。お客さんが早引きを聞きたいんだったら、まあ、あの感じだと手の抜きようがないよね、あれね、うん、あれじゃね。そう。だってイングエ見に来てんのに、イングエがチャーンポロポロロンって弾いたら、もうサボってんじゃねえよ、もっと早引き聞きに来てんだよって、もっと早く弾けって、うん、すると広島モナムールのさライブみたいになるわけですよ。ジャンランチャンチャンチャカチャカチャンチャンチャララチャンチャンパラリロファンランダンチャンチャカチャン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 キャララララキャララみたいな。でグラハンボネットにパーン、お前のギターはうるせえんだよって言われるわけですよ。もうマイクの前でさ I knew you and the only one and a little little boy って言ってんのに、ボーイのと聞かせたいのに、ボーイチャララララララって言うと、おいこらバーンっつって、俺のボーイのところに、うん、お前黙れって言うと、イングエが、なんか問題でもあるんですかって言った、問題であるけど、お前ちょっと前のソロになって勉強してこい、ちょっと分かるぞって言って、イングエが自分のソロアルバムを作って、うん、おっと早く弾くだけで脳がないし、歌ってもらおうと思ったら、うん、誰も友達がいないぞって、うん、で最近のインタビュー見て面白いのはね、うん、今の、うん、今の、ディープアップルのボーカリスト、ボーカリスト、うん、いや今やあれイランキなんだよ。あ、そうなんですか。いや、ちょっと古いの見たのかもしれないけど、うん、言うたらそんなにいないよ、パプロの、ボーカリストなんて。いや、なんかね、ジョリン・ターナーとかじゃないの。ごめんなさい、名前はね、わかんないんですよ、うん、多分ジョリン・ターナー、ジョリン・ターナーですか。あの、イングエの、ありがとうございます。イングエの周りのボーカリストがあまりの、有名人なんで、うん、見落としちゃうの。うん、イングエのね、うん、イングエのバンドにいた人が、あれで、今言ったジョーリン・ターナーはさ、うん、結局はイングエと、うん、組むんだよ、うん、同じバンドでボーカル取ってるんだよ。あ、そうなのか。そう、うん、ゲッゲッ、あれね、だからそういう人ですよっていう、うん、あ、うん、で知らないようにしてた方がいいでしょ。うん、そういえばちょっと待って、ジョーリン・ターナーってのジョーリン・ターナー、ジョーリン・ターナーね、うん、ジョーリン・ターナー、声が甘い、まあ、甘いんだ、ちょっとやっぱあっちゃんタイプかね。もうジョーリン・ターナーね、ジョーはね、ジョーリン・ターナー、ジョー、うん、まあなんかセカンドネームがリンなんじゃない、リンでターナーね、リン、ジョーリン・ターナー、うん、が、そのイングエバンドにいた人が出てっちゃったんだって。俺もお前とやれないって。ジョーリン・ターナーじゃないの？なのかな。うん、なんか自分のボーカルはそういう侵略されるのあまり良いと思ってないだろうか、ね、うんうんうん、そんなようなこと言って、うん、で、イングエが成長したなって思ったのがさ、僕のバンドにから出てくのは正解だと思うと、うん、彼みたいな優秀なボーカリストはね、うん、僕のギターに邪魔されること自体がもったいないっていうんだ、うん、おー、イングエ大人になったっていうか、いいギタリストになったじゃんと思って。イングエは、そうだな、まあイメージはやっぱりそうかな、ジョリン・ターナーだよね。イングエ好きでした？好きだよ。あ、好きですか。完全にハマったよ。お、僕もね、すごいハマって、うん、でやっぱりイングエって広島モナムールとかさ、うん、このスピードで弾くっていうのは、うん、ちょっと人間技じゃないなと思って、で、友達が体に上がってきて、イングエ完コピしたよって言うから、あ、じゃあ聴きに行くよっつって聴きに行ったんですよ、うん、でも聴いたらさ、まあ全部一音一音全部さ、チャーラーパラリロラパラリロラララタタラララララってパーフェクトに弾いたんですよ。すごいね、それ。いやー、それ、これすごいな、さすがだなと思って、うん、それすごいよ、うん、すごいなと思って、でもう一回聴いたんですよ、うん、何とも思わなかった。うん、ああ、お疲れ様ってさ、なんか分かる、うん、なんか残らないんでしょ。何も残らない。そうそう、あの人のギターってさ、うん、残んないんだよ。うん、でしょ。
なんかこう印象はなんかこういいなっていうこう、うん、やっとこうね、うん、湧き上がるようなものがさ、うん、ないね。で、はい、それをコピーしちゃったから、そのそれを聞いても、でその今のやったことの聞かせどころどこなんですかってなっちゃうわけ。そうそう。で、あうん、どうぞ。だからなんか今みたいに、うん、引きすぎちゃうんだよね。引きすぎちゃってて、うんうん、なんていうの、自分の世界に入り込んじゃうんだよ ね、 そうね。ボーカリストとかさ、うん、トラバダル、そういうのってのはさ、うん、もう全然頭にもないんだよ、うん、もうだと思うよ、おそらく、うん、で、自分に酔っちゃってるんだよね、もう、うん、だから周りのメンバーがさ、うん、もう嫌がっちゃうんだよね、もう嫌、うん、だもん、みたいな、一緒にできないってなっちゃうんですね、うん、俺もちょっと立ててくれよ、みたいな、うん、いや、弾かないとか弾かないで、みたいなっていうのがない、うんで、やっぱりでも彼が今でも残ってるっていうのはそれを貫き通したからだよね。まあそれそうかわかんないね、うん、大体のギタリストってさ、あ、だったらちょっとこうなんていうの、調和を取るために音数減らそうかとか考えるじゃないですか、うん、でもそうじゃなくてそれを貫くと、だって俺のギター聴きに来てる人は俺一生懸命早弾きしてるとこを聴きに来てるんだから、うん、だってお客さんに失礼でしょ。だからもう力の限り早く弾きますよってさ、うん、で、去る者は本当に迷惑かけたね、ごめんね、次のステージへ行ってよって、これ潔いじゃないですか、うん、喧嘩別れにならないですよね。あ、どうぞ、次のステージ行ってください、俺迷惑かけたね、本当にあのお前のボーカル台無しにして大変申し訳ないって頭下げられたら、下げられた方もああじゃあ俺がいない分思う存分弾いてくれってなるじゃないですか。あの人はね、やっぱソロなんだろうな。そう、あの、もう見たらおかしちゃうんでさ、ボーカルも何も、うんうん、立場がなくなっちゃうんだよね。さっき言ったジョーリン・タワーなのかわいそうだ、やっぱりね、うん、なんだろう、だからってじゃあね、あの人がこれからどんどん年取って、俺より年上なのかな、うん、年上だろうね、いくつなんだろう、あの人。そうそう、最近ね、世代を、うん、なんだろう、最近意識するようになったんだよね、自分も。で、そのきっかけっていうのは、うん、あっちゃんなんだよね。ああ。なんであっちゃんって自分がね、はい、こうやり取り、会話やり取りするじゃない。当たり前のようにさ。なんでこうやってこう、やり取りできるのって思うんですよね。同世代じゃないから。いや、大きい意味で言ったら同世代ですよ。あ、そういう感覚？うん。だって、うん、そういうことね、だって今おいくつですか？まあ65歳、うん、で俺52歳でしょ、うん、一回り以上だよ、うん、一回り以上なんだけど、うん、でも一回りって一回りだから、うん、俺お付き合いのある子で16歳の男の子とかいるわけですよ。16歳って言うと36歳違うから、付けがあるの？あるある、うん、そうすると3回り違うわけですよ、うん、でもなんか感じちゃうでしょ、やっぱり世代を感じない。あ、そう、うん、うん、その子が例えば、うん、俺は絶対プロのギタリストになりますって言うわけですよ、うん、で、ああ、うん、頑張ってなれば、でなれるよ絶対って、うん、それだってプロのギタリストってさ、うん、何を持ってプロのギタリストですか？何を持ってプロのギタリスト、うん、なんかやっぱ自分のものをこう作り上げるっていうのかな、うんうん、そういった自分の個性っていうのかな、うん、なんかそういったもん
まあんまり言えないけど、これだけど、まあ、そういったものかなっていう気持ちかな。プロフェッショナルっていうことは、まずお金をもらえるってことですよね。まあそうだね。ですよね。で、お金をもらうってことは、嫌なこともやらなきゃいけないわけですよ。そうそうなんだよね。うん、好きな音楽だけやってて、そうお金はもらえないわけですよ。うん、嫌なことはいっぱいあるんだよね。そう、うん、ましてこの人気者になるとね、そう許してくれないんだよね。うん、だから自分がプロかどうかって試すのは、例えばね、俺だったら二子玉が行くじゃないですか。うん、二子玉までこれギター一本持ってって、うん、そこで、うん、よくのんべんだらりとこう通行人に対して歌ったり弾いたりしてる女の人とかいるでしょ。なんか前からあれでしょ。いるでしょ。ああいうんじゃなくて、歩いてるサラリーマンとかの人を呼び止めて、うん、すいませんちょっといいですかって、うん、ギター弾くんですよ、目の前で。あちゃん、うん、うん、で弾いて、うん、1円でもいいんで今いいなと思ったらお金払ってもらえませんかって言うと、だいたい1000円くれる。1円ってこっちが言ってんのに、お札から1000円出して、うん、これでお茶でも飲んでくださいよって。あ、そういうの、うん、それもね、のんべんだらりと引くんじゃなくて、それはあっちゃんが、ね、いつも通りのあの感じなんじゃないの、うん、だったら、なんとなく想像するにさ、ね、なんとなく年代で分かるじゃないですか。エリック・クラプトンとか好きですかって聞いて、あ、だいたいクラプトン分かりますよって言ったら、じゃあ今度どうですかって言って、1円でいいんで、よかったらって言うと、お、結構それ若い頃聞いたなって言って、財布ガサガサって出して、はい、これでお茶でも飲んできてよって、うん、出したくなるだろうね。うん、で、これもプロギタリストじゃないですか。うん、そうだね。だってそれ10人やればさ、ね、1日1万円でしょ。うん、それだったらね。うん、今のさ、単価で言ったら結構高いじゃないですか。だから、その発想がさ、うつむいてね、通行人に対して、うん、そのあいみょんさんのね、ダララ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 ってやっても、うん、なんか女の子が座ってギター弾いてるけど、うん、なんか空き缶とか置いてね、うん、で、何がしたいのかなって、うつむいてる時点で頑張って生きていこうよって言っても、何うつむいてつぶやいてんのかなってなっちゃうんでさ、それは元気になろうよって言うんだったら、まず一人から始めないと。誰に向かって歌ってんのかさっぱりわかんないです、うつむかれたら。ああ、そういうことね。うん、何してんですかっていうさ、うつむいて。誰に向かって、誰を元気にしたいんですかっていうの、それがわかんない。うん。すっごく一生懸命やってる子が、うんうん、ああ、なかなかこの子は一生懸命練習してるなって思ってる子に、うん、声かけてね、うん、もったいないと思ったから、まずその座るところを座るのやめた方がいいよと、楽してお金儲けようなんていうのがまず無理で、君立たないと、立って誰かを見て、その人に対して、うん、疲れたサラリーマンが7時頃帰ってくるじゃないですか。まあその人定時で上がれてるからあれなんだけど、うん、今の時期そのコロナウイルスでさ、電車に乗るってさ、かわいそうですよ、うん、テレワークできる人は相当、うん、ね、立場上の人ですよ。その中さ、命がけで電車に乗るわけじゃないですか。で、帰ってきた人にね、ちょっとでもあなたを元気にしたいって、うん、そういう気持ちで、もう今日も元気でお疲れ様でしたってやったら、まあ150円ですか、今缶コーヒーとか缶ジュースって。うん、まあそれぐらいだね。うん、それをお疲れ様でしたって缶ジュースを渡したら、
あ、なんか若い子だからじゃあおじさん1000円お小遣いあげるからこれで多分見た感じなんかもうガリガリで痩せ細ってるからこれなんかちょっとおいしいもんでも食べなよってそれぐらいのお小遣いは持ってるじゃないですか50歳ぐらいになればそこから始めないとその誰に向かって誰を元気にしたいのか自分できっちり決めないとって言ったらいや私ねファンがね2人ぐらいしかいないんですって言うから2人ぐらいしかじゃなくて2人もいるんだよと2人もいたらそれ大変なことだよとここでなんかのんべんで歩いてやってんじゃなくてその2人をいかにその日一日を幸せに過ごせるかっていうことをまずやらなきゃいけないんであってその2人のこと今ちゃんと考えてるって言ったらいや考えてはいますけどそこまでその大切には思ってないっていうからだとしたら君は分かってないその2人はね君のことを君の歌によって毎日元気づけられてるんだからその人たちをまずちゃんと一日一回幸せにしてする何かをしないと、うん、その次のステップは絶対にないし、うん、最終目標が何なのかっていうのは、うん、よく聞かれると思うんだけど最終目標なんてなくて当たり前、うん、誰もねスタジアムでなんかやりたくないですよそれはある程度の広さでやってみたらそんなもんねめんどくさいのと疲れちゃうからやりたいなんて思わないですよよく武道館でやるのが目標ですとか言うじゃないですか目標なんだったら武道館借りてあれだとお金払えば借りられるじゃないですかまあそうだねでしょでも別に武道館借りるだけお金貯めて武道館借りればいいだけのことであって武道館でやることが目標っていうのはちょっと違わないって若い子にねそれ自分もそういうふうに思った時代があったからさ大きい箱でやれればそれであのなん自分がこうねステータスみたいなさ実際にその自分の師匠がねサントリーホールでやった時にまあ大変ですよ準備からさまあそれはあそうなんだなそうそれで散々さ隣ではベルリンフィルがさやってんですよその中でさ楽屋でさバーンバ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 ンってうわーチューニングこれ絶対に間違えらんねえなと思ってもう万端に整えてではい開幕ってバーン見たらさサントリーホール満席ですよわっちゃー満員だよってつかつかつかって来てさやった時にチューニングがずれててもう死にたいと思ってこの大観衆を前にね竹下敦史が合わせたギターのチューニングが狂ってる何やってんだよみたいな俺何やってんだよと思ってもうね本当になんかもう消えてなくなりたいと思いましたねだからまあだからそういうのが、うん、なんだろうそういうことがあって、うん、ね、うん、あってからこその、うん、そういう成長があるんじゃないのいいんじゃないのうんなんかそういう反省とかさ、うん、あちゃーみたいのがなければさ、うん、もう一生つも気がつかないわけじゃないそうなんですよだからそれはいいんだよそれで、うんうん、失敗はしょうがないの、うん、でそれはもうほらその何言ってもさもうしょうがない、うん、と思うよ、うんうん、だから今のもあっちゃんがあるんじゃないのうーん多分他の人よりたくさん失敗してきましたからねそうでしょ、うん、いっぱいトライしたから
うん、だからそれはそれでいいんだよ別に、うん、恥じることもなくて、まあまあその時は当然恥じちゃうんだろうけども、うんうんうん、やっぱりそれがなくちゃ成長しないよね人間って。そうですね、失敗しないと、うん、まあそろそろ締めますか。ねで、まあ今日はね、このマイクの話からなんかちょっと話が脱線しましたけど、うん、そうだね、うん、脱線しちゃったね、脱線しちゃったけど、これやっぱりあのちょっとまたこれ比較するのやってみますね。うん、まあそうだね、うん、やってみて、まあ何かそのね、うん、この方法っていうものが、うん、こうやって使うんだなみたいなものが、うんうんうん、出てくれます、うん、いいんじゃないの、うん、ねえ、これって言うとロカビリーでさ、マイク近くにっていうイメージだったんだけど、中島美嘉さんのね、なんか今一番新しい曲なのかな、で、あの結構ファンキーな感じでさ、こう皿回してクッキャキクッキャキョっつって、つったかつったつったつったかっていうのバックにギターがつくちゃかつくちゃかってやって、そこにあの中島美嘉さんのちょっと危なっかしい感じの音程でなんとかでーたらったって言うんですけど、こういうマイクの前に立ってね、こう首をクイックイってやりながら、私の恋はって言うんですよ。おっと、マイクが同じで眉毛茶色で、またキャラ被っちゃったなと思って、うん、ちょっとね、これであの歌ってみますんで、うん。